語彙だけをこう思いつくままにこう並べていくと決して言葉にはならない、まあ語彙は出てもですね文にはならないですね。そこが非常にこう精妙で不思議な言語の文法の法則なんです。でそれはその日本語の文法っていうのはじゃあ、覚えたんですか、勉強したんですか、学習したんですかとか思われるかもしれないんですけども、実際はその幼児期の、まあ生まれてから3、4年くらいで、まあ、ほぼ全て、獲得してしまうんですね。ほぼ自動的です。誰も教えてくれませんが、周りにある日本語からその日本語らしい、しかも誰もそういう意味では日本語、この人の日本語とあの人の日本語は違うなんてことがないようにですね、まあ、同じ文法に従った、まあ、日本語を獲得できるというのが非常に不思議です。それから、例えば英語圏にいれば、まあ、英語というまた違った文法体系になるんですが、そうするとやおらその日本語と英語は全然違うんでしょうと、同時には無理ですよねとか、まあ、そういう話に疑問が湧いてくるわけですが、実際脳というのは同時にそのような言語が存在しても、まあ、同時にその習得することも可能なので、まあ、いわゆるバイリンガルですね。単語というのはですね、自分で勝手に作るわけにはいきませんが、ただそのような、まあ、単語をか、まあ、形作っている音ですとか文字とか、それは全て有限なんですね。まあ、音素とか形態素とか言いますが、そのようなものは全て、まあ、限られた数しかありません。例えばアルファベット26文字しかないとか、まあ、日本語でも、まあ、仮名の音であれば50音しかないとかですね、そういう、しかしそれを組み合わせることによって、無限のまあ、言葉、語彙や文をまあ表現できることを考えてください。しかもそれぞれは一つ一つ、まあ、はっきり分かれているわけですね。まあ、中間的な音っていうのがあるかもしれないけど、それを使う言語であればその音っていうのは一つの単位になっているわけですから、まあ、そういうのを離散的というふうに言うんですけども、バラバラに分かれていて有限なものを組み合わせて、言語というのは成り立っています。それはほとんど組み合わせとしては無限ですね。ですからその無限に近い構造をまあ持てるというのが、まあ言語の際立った特徴ということになります。こういうのを離散無限性というふうに言うんですが、離散的なものが無限に広がっているというわけですね。まあ、例えば例を挙げますと、水というのがまあその一つの典型ですね。皆さん水というのは分子でできているってどこかで聞いたことがあると思いますが、水分子というのは一つ一つこう、まあ原子が、水素原子と酸素原子がまあ単位となって出来上がっているものですけども、それが目に見えないくらいの小さい世界ではそれがお互いにつながって、しかもいくらでもまあ形を変えながら液体ですから広がって、まあ海とか水蒸気とかっていう形になりますと、もう地球サイズまで広がった存在として大きな構造を持つことになるわけですね。ですから人間の言語というのもですね、そのように見れば自然現象の一つというふうに見なせるわけです。まあ、それを見出した、最初に見出したのがノーム・チョムスキーというアメリカの言語学者でした。まあ、ノーム・チョムスキーがですね、まあ、考えたのはやっぱりその言語学を自然科学にするという、おそらくそれまでほとんど誰も考えなかったことだと思います。というのは、まあ、最初にちょっとお話ししたように言語学って聞くと多くの人は文系なので、まあ、言葉ですから人間が自由に扱えて自由に作れる、言葉だって何語だって作れるというふうに思ってるかもしれませんが、それは実はその自然法則の一つなので、自然のその制約ですね、つまりまあ自然の法則ですから、例えば物が下に落ちるようにですね、我々の体もまあその生物としての制約を持っていて、当然ながら脳もそういう制約を持っています。ですからそういう中で言葉が生まれてくるということは、実は人間が勝手にやっていることではなくて自然の習いに従っているのだと。それならばどんな自然の法則があるのかと、それを明らかにしないとそもそも言語学は成り立たないのではないかという発想で、まさに、今まで文系と考えられてきた、一番まあそういう意味では文系らしいと思われていた人間の言葉に関する言語学をですね、自然科学の中に、位置づけたというところがまあ大きいわけです。これは今までその生物学の一部として脳科学が、あったという、じゃあ人間という生き物ってのは何だろうというその生物学的な発想を
に対してもですね、大きな挑戦になるわけですね。つまり人間というのは他の動物とは違った生物なんだと、なんでそんなことが脳でできるのだろうかと、言葉というその、人間同士であれば通じるようなものを赤ちゃんのうちにあっという間に身につけてしまう、こんな不思議な問題はないでしょという、これは自然科学の問題なんですよと、誰も教えてないじゃありませんかということなんですね。つまり赤ちゃんに誰も日本語の文法を教えることはないのに、なぜ文法に従った言葉を話せるんだろうと、教えてないのに話せるんだったら、そもそもこれは教育としてね、つまりなんかドリルを解いたり、なんか試験をやったり、なんかその成績を判定したりすることは一切しないのに、子どもたちは日本語を苦もなく覚えてしまうわけですね。ですからチョムスキーはそういうことを説明するためにはですね、もともと文法の大元になる普遍文法と呼んだんですけれども、それはもともと人間の脳にないと説明がつかないんじゃないかと、それは教えられないんですから、でそれはその日本語や英語の個別の文法ではなくて、大枠の言葉をどうやって文にしていくのかというその仕組みが共通しているというふうに見抜いたわけです。それはそうやって調べていけばいくほどですね、極めて精妙で複雑な文法規則なんですけれども、これを赤ちゃんがそのような知的能力を発揮してですね、類推とか論理的思考とかそういうものを経ることなくですね、自力でそうやって発見するというものでもなく話してしまうということは、もうこれは生理的にですね、脳の中にですね備わっていると考えざるを得ない、これが言語正徳説というものです。分かりやすく言えば、そのような普遍文法というのは生まれつき人間の脳に備わっていると、そのようにして赤ちゃんが生まれてくるので、教える必要すらないんですよと。ただ周りに言葉がないといけません。ですから我々日本人であってもですね、フランス語圏でもし生まれて育てば、完璧にフランス語を話せるわけで、それはフランス語を勉強したから話せるわけじゃ決してないんですね。ですから教育に対しても根本的に考え方を変えるというようなインパクトがあった、これがチョムスキー革命とも言われるものであって、今の現状でもですね、教育関係や研究でもまだまだその考えは浸透しているとは言えない、むしろ敵対したり反対している人の方が圧倒的に多くてですね、そこは私も非常に苦心しているところなんですが、ぜひそのように考え直すきっかけとしてですね、なるほど、人間の言語ってのはこんなに不思議なのだと、なんでそんなことができるんだろうと、最後に英語をどうやって身につけるかなというお話もしますが、やはり自分がこう直面している問題が一体脳のどういう問題なのかと、ちょっとこう見つめ直していただくとですね、発想の転換が図れるかなと思うところが多々あるわけです。